はい、どうもこんばんは。沖縄おばばでございます。はい、これが今日の最後の配信になります。えっ、ー、とですね、一応ね、関連記事を貼っておきます。はい、多すぎちゃうんで、とりあえず雑談形式で皆さんと話して、話していきたいと思ってます。まずね、まあ、なんて言うんだろう。各地で、まあ、いろんな感染症が流行ってます。いろんな感染症がね、 ええー、まあ、これね、見てください。まあ、とんでもなく、あの、増えてますよということです。はい、いろんなものです。あの、まあね、ええー、インのフルのね、はい、動画はあげましたけどお、その他のいろんなものが流行っているということです。でもってですね、沖縄では、あ16年以来、ええー、なかった、はい、 えー、感染症がね、イリオモ表島で、えー、発生したということでございます。これね、あの、なんかあの、マングスですね。なんかの、なんかにね、いる菌みたいですね。はい、えー。そういったものがまた沖縄で流行っているということです。はい。えー、まあね、あとですね、えー、皆さんもこれ知ってると思うんですけど、 はい、えー、ジャニーズに新店がありました。はい、ジャニーズ新店。マックですね。トロットットットーのマックでございます。あとね、第一三共ですね、第一三共。はい、CM 打ち切りでございます。これ痛い,いと思いますよ。はい、第一三共とマックは CM 打ち切りです。続々出てきますね。 はい。えー、これね、思うんですけど、本当にね、えー、あの、ばあちゃんの予言が当たるんじゃないかと、私は思っております。えー、マックですよ、マック。痛いと思いますよ。かなりもらってると思いますよ。ね。 もう多分ね、ダメだと思います。もうこうなったらね。えー、とりあえずね、日産とかはまだね、えー、起用してるみたいですね。あと藤屋とかはね。えー、新たに契約するところってそうないんじゃないかなとは思います。なんて言ってもね、大企業がね、えー、名だたる大企業がどん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 ね、えー、取りやめてますから。まあ、日本人の監修としてね、えー、無理でしょう。 はい。まあ、早くね、私思うんですけど、こういうところは一回ね、えー、ダメになった方がいいんじゃないかなと思います。はい。えー、もともと黒い噂がね、いっぱいあったところですし、今のね、社長さんになったあの、東山さんもね、黒い噂が色々ありますからね。はい。えー、なのでね、これはね、ちょっとって思います。 あとですね、先ほど入ってきたニュースです。ハワイは本当にやられてますね。はい、ハワイやられちゃってます。えー、あのー、ね、とんでもない火災の後は、あ、噴火です。はい、キラウエア火山んが噴火いたしました。 まあ、今年はすごい年ですね。まあ来年もっとすごくなるんですけど。はい。すごい年ですよ。徹底的にやられてますね、ハワイ。はい。噴火でございます。まあね、この辺はどうなのかと感じ、いう感じなんですけどね。 えー、とりあえずね、地殻変動が非常に大きいんじゃないかなと思いますよ。はい。えー、なので、富士山の噴火もね、えー、ちょっと覚悟しないといけないんじゃないかなと思ってます。はい。富士山噴火したらね、首都機能止まりますからね。はい。えー、20センチぐらい積もるって言われてます。東京でも火山灰が。 もちろんね、火山灰が降ってる間は外に出たらダメですよ。はい。火山灰が降っている間は外に出たらいけません。えー、火山灰が家の中に入らないようにね、目張りするぐらいじゃないとダメだということですね。はい、えー、ハワイで噴火です。これね、あの、太平洋、関太平洋のね、地域なんで、これ、ね、ほんと富士山危ないですね。 あと、日本でもね、えー、まあ、九州の島ですね。はい。えー、熊本県の島なんかでね。えー、噴火起きてますから。ね。どんどんと行くっていうことですよ。まあ、お怒りなんですね。自然の神様が。そういうことでございます。 まあ日本はね、こう、今まではね、今までは、まあある意味ね、守られてきたことがあるんですけど、でもですね、こう自然を破壊しててはね、やっぱり怒りますよねって話で。はい。それの、まあこれ昨日のニュースなんですけど、言わなかったんですけどね、あえて。昨日ね、あのー、 すっごい象徴的なニュースがあったんですよ。えー、これ福之島の方なんですけどね、おばあちゃんが日本カモシカに角でつつかれてね、怪我をしたそうです。日本カモシカってね、神様の化身って言われてるんですよね、日本の。すごいなぁと思いますよ。 わかりますね。わかりますよね。この象徴的な意味。これ以上自然を壊してくれるなっていうね。自然からの警告です。本当に。これね、昨日か一昨日のニュースですよ。はい。福島のおばあちゃんがね、えー、日本カモシカに角でね、えー、ちょっと疲かれて怪我したっていうね。 日本カモシカですから。はい、えー。神様の使いって言われている日本カモシカですからね。日本の神様の使いって言われている。それでこれが福島で起きたっていうことが非常に興味深いなと思いました。物事には偶然はないんですよ。はい。日本の神様も怒ってますよということですね。えー、今、 ハワイで噴火が始まってます。キラウエア火山ですね。日本でも九州で噴火始まってます。はい。これで日本のね、神様が怒ってるとすれば、富士山も噴火するんじゃないかなと思ってます。近いうちにね。まあ、何ヶ月先かはわかりませんけどね。そういうことでございます。本当に、 我々ね、反省しないといけないと思ってます。はい。まあ今日はあいろいろね、一日本当に付き合っていただいてありがとうございました。もう本当ね、えー、頑張らないといけませんね。我々は。頑張りましょう。はい。えー、それでもってね、また明日も元気なお顔で皆さんとお会いできるのを本当に楽しみにしております。 はい、えー、良い夜をね、お過ごしくださいませ。沖縄おばばでした。はい、塗り絵はここまで塗れました。